母校に届け、はい、母校に届け、はい、かみましたね。後編の動画始めていきましょう。カズマルクスです。はい、前編の動画見ていない方はね、概要欄からご覧ください。ちょっと結構ね、動画用展開多かったんでよろしくお願いします。スリスト取れそうかな。こうリンゴゼリー取れそう。ちょっと待ってね、ウルトラまでたまんない。ここ木の、いやー待って、当たり判定厳しいな。今のパックン明らかに違う人だったよな。あ、みんな落ちた。こうダブル取って、さあ本気のアップル。なんかリンゴっていう名前の人めっちゃ多くないですか。じゃあバクション、よしよしよし。 CD もギリ落ちずに、あーケツ来い、よしよしよし。ごめん叫んで。どうしよう、ここは交換かな。ちょっと離れてるからまたキノコは出ると思うんですよね。ここはまあ初等化よりもコイン優先して取っていきましょう。でからの、いやー待って、あ、赤コーラ前に行ってくれたね。あ、よかったよかった。バナスは気をつけていきますか。1位絶対ガチ勢だろう。めっちゃうまいぞあの人。赤コーラもどんどん投入していきましょうか。どんどん、おーいい、パックン消さないでくれ。もう貴重な赤コーラ1個100万円するんだから。さあまた赤コーラ引きました。もうタンバリンちょっと苦手なんですよね。あ、いいね、ちょっとタイムアタック練習したぐらいで。イカスミ来た。ここ、あ、トゲゾ来たね。これ本気のアップルどう？多分僕じゃないよね。あ、僕か。ここは回避、よし。前編の時ね、トゲゾ回避ミスってたんですけど、今回はきっちり決めてきた。いや、本気のアップル。あー、嘘！うますぎない？その、本気のアップル、本気のバナスナイプしてきた。ちょっと待って、リンゴだ、リンゴ対決してる前で、リンゴ対決してる。あー、あー、怖い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 。あー。盗んできたか。いやー、ダブル余るかな。どうだろう、余ないね。いや待って、ここは、あー落ちる。もうただ差ができてる後ろ。大丈夫な、何かまた来そうだな。サンダーとかトゲとか、もう入れ替えしよっか。そして赤コラどうしようかな。一回ここ後ろ投げて、オッケー。いやー本気ナップル4位か。ちょっと抜かされないようにねばらまいてたんですが、ちょっとどうだろうこれ。100点乗るか乗らないか超危ういな。あと残り全部1位取っても105点なんですよね点数。はい、だからもう2位以降は取れないようになってるな。さあちょっとアイテム取って、キノコいたね。ここキノコさんも使っちゃうか。うん、キノコ使っちゃって、で前出てあい、もううん、スーパー出して、さあもうキノコ使って、いやーこの人ケッつけるか。ちょっと待って、ここ怖い、アウト膨らみましょう。この人絶対うまい人だわ。自分よりもはるかに格上かもしれない。もしかしたらあの実況者で名前隠して走ってる説もある。あー当たんないよな。ワックス防衛きた。いや赤コラちょっと避けましょう。でですよ、どうしよう、赤コラ怖いな。ラグとかでたまに当たるからさ。さあリポディ、リポビタン D 中毒ですか。どんだけ飲んでるんだろう。やばいな、さすがに前投げてくれるよね。後ろ投げたらちょっと、あ、投げるよね。ここはラブ取って、あーボンヘコはぶね。ラブ取って、あーボンヘコはぶね。さあうん、1位どこいた。あ待って、ねえ盗まないでよ人のアイテム。ちょっともう、いやトゲ来たのマジか。ここなんかサンダーとか起きてほしいな。クラクラクラ、いやーもうまだ3位。さあサンダー今来るか、重なってほしかったな。まずい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 、後ろ早く復帰しそうだよな、踏まれそう。いやースター界もうすぐ100万、危ない。さみ緑コーラそこで、ちょっと緑投げて、キノコ前荒れてんな。こう避けながらだな、ちょっと避けながらいけばリンゴで、もうマジか、やばい。あもう今日あギャーギャーしか言ってない。第7レース目は150の自分枠でね、ワリオスタジアムが当たりましたので、はい、もう静江はねちょっとあのだいぶ頑張ってくれたということで、ワルイージさんでね頑張っていきます。いやー喋ってたらな、スタートダッシュ失敗しちゃいましたので、
後ろから上がっていきたいんですけど、まずはコインかな。8枚でも、そっか、もう後ろスタートなんで最初からコイン貯金がある状態ですね。アイテム取れないか、左から2番目余ると思ってたんですが、ワリオスタジアム練習してない。いや、なんかめっちゃ手低いテイク出たな。ここも1枚取って9枚まで集まりました。どうしよう、もう赤コラ持ってる人いたから、どんどん使って前行ってみましょう。でですよ、ここは、いや、そっちかよりボビーD 左取ると思ったのに、今なんか前のね、これボ、うわー、前にスナイプされそうで怖い。で後ろからミドルコア来てるんで気をつけて、危ない、反射怖いな。よし、反射怖い。あっ、あぶね、もうびっくりしたな今せっかく赤コーラ持ってたのに消されちゃったな。え、な、何当たって今、やべえ、もう、いや、もうマジかよ。サンダーナイス、オッケー。いやー、ちょっとこの被弾が多いな今回のレース、まずい。踏みつぶしておいて、やべない、ちょっと悪い字ターボ溜まりにくさはあるな。ここは左のダブル、キノコナイス、キノコでかい。赤コーラがな、それ怖いんだよな。投げてくんないとマジで。オッケー、投げてくれた。で、レミー何も持ってないこと確認して。うん、ここはフラーボール。一発は耐える。よし。いやー、ちょっと待って。あー、オッケー。さあ、バナナ持ってます。どうしよう。もうイン攻めて。いやー、なんかさ、めっちゃ前投げられそうで怖いんだよな。ここも、タイムアタック練習した。オッケー。で、トゲ来てなかったっけ、そういや。来てないよね。サンダーとかは来てたけど。いやー、あの頃の神之助さんに投げちゃうか。でですよ。で、これ、キノコで初等化いけんじゃないかな。間に合うかな。いける。ここで初等化して、で、ウルトラでターボ伸ばす。そして、あぶねえ。ちょっと罠がね、若干警戒気味でしたけど。よかった、うわー、次1位取っても94点ですね。まあ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 、今日よく頑張りました。第1レース目はワリオスノーマウンテンで始まって、ファイナルもワリオスノーマウンテンで締めていきましょう。いや、1位、やっぱり悪い字強いな。なんかキャラ変えたとこで1位取れるかどうか不安だったんですけど、最初これ絶対3枚。いやー、そこ下手、こういうところをね、ほんとミスっちゃダメ。コインの差でほんとスリスト取られて前取られるっていうところあるから。よしよしよし。さあ、静江と違ってターボがね、若干溜まりづらいので、早めにドリフトを始めていきましょう。ここジャンプアクション走法でいこうか。なんか J スルー走法あるけど安定しないんで、ここもしっかり4枚。 OK、 待って、これ乗んない。 OK、 クラ引いた、クラ強いんですが、ちょっとミタボたまんない。さあ、ワリスノで1位取って、ワリスノで1位、最後有終の美を飾っていきたいな。どうしよう、8枚あれば大丈夫でしょう。ジャンプアクション、ミニターボ乗って、ミニターボダッシュ版乗って、サンダーがね怖いな。ここで貯金をね貯めておきたい。トゲ1回来て2発目に備えてね。あ、でもテレサな、テレサのあれもあるから、ここさっき当たったかね。よしよしよし、並木しっかり避けて、オッケーオッケー。いやー、1位、いや、もうどうだろう、ビッグブルーがなー、あ、3位内入ってたら、はい、トゲイツ置きました。一番嫌なパターン、シナリオはテレサがね、全然ジャンプアクションね来ることなんですが、どうだろう、大丈夫そうかな。しっかり消して、赤コーラ来そうじゃない。さあ、2位もスター使うほどの速さを見せていく。裏にミドルコーラ、いや、赤さん引いてる可能性もなきにしもあらず、どうだろう、難なく1位かな。あー、3だ、危ない、タイミングの問題でしたね。最終結果1位取ったんで94点。ランキングどうだろう、乗れるかなうわー、ビッグブルーのトゲ像が全てをぶち壊した。さあ、最終結果はどうだ94点。ランキング見て終わりますか。第73回、モコーに届け、はい、結果発表でございマルクス。いやー、今回3回目のね、参加になりまして、94点ということで、一番下の方と比べると106点のユータイヌさんと12点差か。
だから確実に13点取ってれば今回こうランキングに乗れたということで、ちなみにこれもう13時回ってあの大会終了後に取ってます。はい、117点ってもうほぼ1位じゃないですか。はい、そんなわけで第4回目のね、あの僕参加に向けて引き続きタイムアタックとかね練習していきますので、もしうまいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントで感想お願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。